左から奥抜きドリブルスタート、切れ味がある、繋いでいければでしたが森田、おはや菊池がボールを拾います、繋ぎます小野、栗本左中央要求フリック決めた、富山が決めました、大宮アルディージャ同点ゴール、難しいニアサイドしっかりとゴールに流し込んでいきました、富山今シーズン3ゴール目、大宮追いつきました、ここの即時奪回のところですね、西谷のところからボール奪ってそこからまず背後狙った、はい、この背後狙って抜け出したところからニアに入ってきて、でも優しくこのアウトサイドで合わせたんですけど、うん、この栗本ボランチがここの背後を狙う動きをまずクロス入れたんですよね、はい、この動きが良かったですし、キーパーと最終ラインの間よくうまく、ね、合